モレノバレーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の南部、リバーサイド郡に属する都市である。2010年国勢調査で、の人口は193,365人である。1980年から2000年代に急成長した、比較的若い都市で、リバーサイド郡では、人口で2番目となり、インランドエンパイアと呼ばれる、ロサンゼルス内陸部の人口の中心の一つである。 隣接する軍庁所在地、リバーサイド市が、軍内最大の都市であり、この二つの都市は、密接に結びついている。モレノバレーは、ペリス湖のすぐ北に位置し、市の西部には、マーチアメリカ空軍予備役基地が、モレノバレー、リバーサイド及びペリスの三市にまたがって広がっている。モレノバレーには当初、狩猟収集民の諸蔵二属インディアンが住んでいた。この地域に最初に入った、 ヨーロッパ人はメキシコから地域の探検に入ったスペイン人石膏だった。これらスペイン人石膏が現在のモレノバレーにあるエッジモント地域を通るアンザトレールなど地域内の多くの道を開発した。市内の比較的乾燥した部分の大半は当時初期開拓者から無視されていた。カリフォルニアが1850年にアメリカ合衆国の州として加盟した後、 アメリカ人がこの地域に入ってくるようになった。ジョン・バターフィールドの作ったオーバーランド郵便会社のツーソンとサンフランシスコを結ぶルートが漏れのバレーを通った。その後何人かの農夫が地域の土地を占めるようになった。彼らは北のサンバーナディの山脈にあるベアバレーから集められ、ポンプで組み上げられる水を供給する提供者としてフランク・イー・ブラウンの経営する。 ベアバレー土地水会社に頼った。ブラウンは1883年にこの事業を始めていた。1899年、モレノバレーの北にあるレッドランズ氏が訴訟に勝って、ベアバレーの水に関する優先利用計を勝ち取った。その結果水を得られなくなった、モレノバレーの住人の大半は移転を余儀なくされた。この時に、現在の使命である、モレノバレーが初めてつけられた。 この名前は、ブラウンのスペイン語であるモレノから付けられたものだった。モレノバレーの復活は1918年に始まった。この年、アメリカ空軍が第一次世界大戦における拡張の一部として、リバーサイド郊外にマーチ空軍基地を建設した。この基地は当初戦闘機パイロットの訓練に使われた。1922年に一旦閉鎖されたが、1927年に、 再開され、最終的には完全な機能を持つ空軍基地になった。マーチ空軍基地ができたことで、未編入だったサニーミード、モレの及びエッチモントの地域社会が発展し、成長した。第二次世界大戦の時、マーチ空軍基地は再度パイロットの訓練に利用された。1957年から1989年、リバーサイド国際レース場が、 現在のモレノバレーモールの地にあった。このレース場は1957年9月22日から1989年7月3日まで運営された。ここで開催されたレースとしては、イムッサ、ナスカー、インディカー、ンロドラッグ及びアマモーターサイクルなどのものがあった。モレノバレー市内のアイアンウッドアベニューから西を見る。右奥にボックススプリングス山が見える。 俺のバレーは1980年代に爆発的に成長した。1970年の人口は18,871人。1984年は49,702人だった。集計材の活況によって家屋が新築され、事業が始められた。この成長で、市政移行が進められた。1963年と1983年に、 市政執行が失敗していたが、1984年の住民投票では認められた。エッジモント、サニーミード及びモレノの地域社会1983年12月3日に統合され、一般法都市としてのモレノバレー氏が誕生した。最初の市政委員会選挙は1984年に行われ、初代市長はマーシャル・シー・スコットが就任した。翌年、 死傷とモットーが採択された。1990年までにモレノバレーの人口は11万8000人以上にまで急拡大し、リバーサイド郡では2番目の都市になった。この成長は1992年頃まで続いた。1990年代、州経済が不況になったために、好調だったモレノバレーの経済も沈退した。多くの住民が死を去った。 マーチ空軍基地も縮小され、マーチ空軍予備役基地となった。余剰な土地は、リバーサイド軍とリバーサイド市モレノバレー市及び、ペリス市の代表で構成される、マーチ合同電力公社が開発するために譲渡された。しかし、1990年代後半は不況だった。経済も、回復の兆しを見せ始めた。オーロラモジュラー、U、ホール、 ローズといった会社が主要施設をしないあるいは隣接する自治体に移転させてきた。2000年代初期までにリバーサイド郡内に多くの移転者が入ってきたことと、ロサンゼルスやオレンジ郡での生活費が高騰したことが組み合わさり、インランドエンパイアのまだ開発が進んでいない南半分は工業立地にとって魅力ある土地になった。1957年から1989年、 リバーサイド国際レース場が現在のモレノバレーモールの地にあった。このモールはレース場跡の北端にある。それでもモレノバレー市の将来はモレノバレーモールとその近くのデイドーリ周辺の成長にかかっている。デイドーリはモレノバレー市とリバーサイド市の市境にかかっている。この地域は近年建設工事が続きローズ、スターバックス、 アウトバックステーキハウスなどの象徴的店舗ができた。パッドオスカーズや PFF バンクトラストの建物が建設中であり、ファイマス・デーブズやバーンズノーブルが来るという噂もある。これらの店舗ができることは中上流階級にアピールすると見られることが多く、市に注目と資金を呼ぶ可能性がある。市の東端、モレノビーチドライブ近くには2006年初期に ウォルマートがオープンした。この店舗は面積23万3000平方フィートと従来のウォルマートに比して巨大であり、モレノバレーオートモールに次ぐ規模である。この地には2007年7月と10月にオープンしたカリフォルニア州では初のスーパーターゲットとベストバイもある。修道6十五線出口はモレノバレーランチゴルフコースへつながる道になっている。このゴルフ場は ゴルフマガジンが選んだアメリカのゴルフ場トップ75の中に入った。2005年にマーチアメリカ空軍予備役基地を商業空港に転換する議論が持ち上がったが、その計画はリバーサイド軍監督理事会が拒否した。しかし、騒音が少なく、より環境に優しい航空機と安価な安全確保手段や設備ができれば計画の再考もあり得る。2008年5月、 マーチアメリカ空軍予備役基地は一般用途航空の設備開設を承認した。この基地には野球場もあり、南カリフォルニアリーグに属するセミプロのインランド、エンパイアロケッツや、週刊高速道路215号線があり、どちらも市内を通っている。ロサンゼルス国際空港、オレンジ軍のジョンウェイン空港、ロサンゼルスオンタリオ国際空港を呼び、 サンバーナディの国際空港に行く道もある。モレノバレー市で最も目につく目印はボックススプリングス3であり、市内のほとんどどこからでも見られる。この山は市の北縁にあって市内を見下ろしており、はっきりとしたランドマークになっている。市に面した斜面には大きな M の字が作られている。これは、市政委員会で市の統一性を助長するものとして奨励され、 民間で建設された。この文字看板は公有地にあり、特殊で維持されている。2005年12月3日に、市政21周年を記念してライトアップが行われ、前年の激しい雨によってこむった損傷の修復も行われた。当時の市長、ボニー・フリッキンジャーは、市民がそれを望み、市政委員会が定期的にライトアップすることだろうと語った。 2009年12月2日から6日の間、モレノバレー氏はエディソンと共に死生25周年を祝って M の字をライトアップした。この看板を維持するためにイーグルスカウトの活動が続けられている。インランドエンパイアは温暖で無風の冬と太陽が照りつけ砂漠のような夏で知られている。夏季の平均気温は下市90度台半ばであり、 歌詞100度以上になる日も多い。以下は2007年の人口推計データである。モレノバレー氏はコモンロート氏として姿勢を敷いた。姿勢委員会方式を採用している。市内は5つの選挙区に分けられ、各区から1人の姿勢委員を選出する。姿勢委員会はメンバーのうちの2人を市長と市長代行に指名する。また指揮マネジャーも選出する。現市長は、 ボニー・フリッキンジャーである。最近の包括的年間財務報告書によれば、市の歳入は2億4330万ドル、歳出は1億3280万ドル、総資産10億7630万ドル、総負債1億9530万ドル、現金と投資額2億9380万ドルである。カリフォルニア州議会では、上院の第37及び下院の 第63から65選挙区に属している。連邦議会会員では、カリフォルニア州第45選挙区に属し、クック投票動向指数では、共和党プラス3となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。モレノバレーの法執行は、リバーサイド軍保安幹部地域ステーションが行っている。消防については、 カリフォルニア州森林防科部との協力協定により、リバーサイド軍消防署が行っている。6台の救急医療者と3台のトラック中隊が医療と火災に関連するサービスを行っている。アメリカ医療対応の救急サービスも救急搬送を行っている。モレノバレーの初等中等教育は、モレノバレー統合教育学区とバルベルデ統合教育学区が管轄している。 モレノバレー統合教育学区の生徒数は3万5千人、5つの高校を含め35の学校がある。バルベルデ統合教育学区は、モレノバレー市の南部と東部を管轄し、他にイペリス、ミードバレーや、未編入地域も見ている。生徒数は1万3千人、高校1校を含み12の学校がある。いくつかの私立学校もある。リバーサイドコミュニティカレッジ地区では、 モレノバレーカレッジのキャンパスに6500人の学生がいる。他にチャップマン大学のキャンパスもある。隣接するリバーサイド市ではリバーサイドコミュニティカレッジ地区の主キャンパス、リバーサイドシティカレッジ、カリフォルニア大学リバーサイド校、ラシエラ大学、カリフォルニアバプテスト大学という選択肢がある。他にカリフォルニア大学、サンバーナディの校も学生たちに人気がある。 モレノバレー市の包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用シトップ10は以下の通りである。モレノバレー市内には2つの総合病院がある。ありがとうございます。